はい、皆さん、こんにちは。今日もグランデッドやっていきたいと思います。前回の続きですね。前回、こちらの多くの木の近くの研究所に来て、そして垣根のところかな、のところで、こちらですね、研究所の方に行きなさいと言われましたので、まあそちらに今日は、向かいたいんですけど、その前にですね、まだいろいろとやってないことありますので、ちょっといろいろやっていきましょうか。まず、ここでまだできるのかな？どれだ？解析装置ですね。こちらの方でまだ解析が全然進んでいないので、たくさん解析しないといけないというのと、あ、なんかできましたね。木置き場と板材置き場ができたと。なんかこういう研究とかもまだ全然終わっていませんので、まあ今日は若干まずは拠点を固める的なことをしたいかなと思います。収納カゴ、クローバーのテーブル、植物繊維と、これなんだろうな。ストレージ的なやつなのかな？それとも飾りですかね。あとはこれまず基本のやつからちょっと分析していこう。さあ、これでとりあえず終わりました。あ、弓矢が作れるようになったのと、どんぐりのスコップ、眼帯。え、眼帯ってなんだ？あと、水筒が作れるようになりましたね。オッケー。え、これはもう今でいけるのかな？ちょっと見てみようかな。水筒はどこだ？これは弓と矢ですね。造具がブヨの毛。これがないとダメだよと。で、あ、水筒あった。水筒は幼虫の皮がないとダメか。まあ、基本的にちょっと作れそうにないですね。よしよし。では、一旦どうしようかな。こちらの方に最初にあった謎のマシンがちょうどマップの中央部的な感じなので、まあ、こちらの近くにできたら拠点をちょっと作ろうかなと思います。まずここから出ないといけませんね。で、ここは、ま、出ていけば、OK かな？はいはいはい。はい。で、ここが、多くの木のそばですね。さあ、何がごちそうなのかわかりませんが、あとは、ちょっと素材をいろいろと取っていかないとダメですね。で、これどうやって登るんだ？マップ的には、あ、これどっちだ？方角が載っていないのか。どちらに行っていいのかよくわかりませんが、まあ、多分目標出てるのが垣根なので北側になるんでしょうね。ということで、ちょっとマップを見ながら、あ、こっちの向きなのかな？もう少し、右を振り返ってこっち向きかな？あ、ここのまっすぐ行ったあたりを、少し進んで、研究所の方に向かいましょうか。もう本当に暗くて全然わかりませんね。ああ、なんか変な虫もいるし、まだこういう虫もちょっと倒してないので、できたら少し倒していきたいですね。では、簡易テントで朝まで寝るって言われてますが、簡易テントはどっかに作ったんですけど、これは何だろう。古い有塚か。あ、復活拠点なので、こちらの方角まっすぐ行ったところにとりあえずありそうなので、まあ、ちょっと復活拠点まで戻りましょうかね。さあ、見つかりましたね。これですね。簡易テントの方でこれで寝ると。8時間とりあえず寝ましょうか。これで朝になるのかな？さあ、朝。もういいよ。もう来ていいよ。昼になっちゃった。はい。ということで、これでまあ、とりあえずは OK。で、このまんま行くと、こっち側の方角か、にあると。あ、次は、分析装置で、なんか草の板を分析する。草の板、これですね。これを分析しなさいということなので、行きましょうか。そして、なんだ？どんぐりスコップ、幼虫、焚き火、を見つけなさいということかな。あ、キノコちょっと待って。キノコ食べないとやばい。一旦これはどうした？捨てなくてもこれはするのか。はい、キノコゲット。で、7番でキノコをちょっと食べましょうか。ちょっとこれどうした？捨てないとダメなのかな？お
俺に好き嫌いはない。はい、とりあえずキノコ全部食べて、OK ですね。やばいな、水も飲まないといけない。で、ああ、水ありますね。水はここにあるので、これを飲みましょう。レモンクライムほどうまくないけど、全くないよりマシか。そうですね、全くないよりかはマシだよと。ああ、やばいやばい、後ろだ。方角がちょっとわからないので、違うな、こっちか。ここだな。このまっすぐですね、に謎の、ああ、ちょっと待って、これ研究所じゃなくて、これは謎の装置だな。謎のマシンか。あ、その奥ですね。なので、まあいいか。このままでちょうど OK。これ、板3枚ぐらい確か重ねられたよね。もっと重ねられるのか。で、ちょっと進んでいきましょう。繊維も集めつつ進む。で、葉っぱの裏とかに水が確かよくあったので、まあ水があればそれも飲んでいきたいけど、なさそうかな。で、こっちで OK。もうちょい右。ここだ。こうまっすぐ行くと、ああ、ありましたね。ラボがあった。これ、飛び降りたら、やばいのかな？ちょっと飛び降りてみよう。ダメージは食らっていない。OK。で、解析装置で、こちらですね。担いでるもの。これを解析する。はい、これを分析すると、ああ、これで家が作れるようになるのか。そういうことですね。で、他にはどんぐりの、中身、これも分析できる。はい、 OK ですね。これでブーストジュース、はい、これはスキップで、これどんぐりのかけら皮の方もちょっと見ていこう。よし、これでどんぐり、ああ、防具ができるようになるのか。あと貯水槽とかもできるということですね。OK。これで一応持ってるものは、すべて今のところは解析したと。次に作業台を作りなさい。ちょっと一旦ここに置こう。作業台はどれだ？建設。の、焚き火プランター、貯水槽、作業台、これか。草の板が3でできると。1、2、3。これでできるので、ちょっと待ってよ。でもな、その前にちょっと家を建てたいんですよね。なので、建物の土台はない？土台はなくて、そのまんま地面に建てるタイプなのかな？どういう感じで？ああ、やっぱり地面に直接建てるタイプか。なので、ここにちょっと建てていきましょうか。一旦これ、あ、やばい。これでいけるかな？はい、こんな感じで、とりあえず、あ、ちょっとこれ待って。内側と外側あるのかな？まあ、いいか。窓なんでさほど変わらないでしょう。で、これ内側なのか外側なのかわかりませんが。で、これで、あとは横面を。いや、空中に浮いてるのかもすげえ気になるな。はい。で、あとは入り口のところ。壁しかないな。扉が、ありますね。草のドア。ちょっと待って。ここはダメだって言われてるな。とりあえずこの草を切ろう。よし。とりあえずこの草を切る。OK。で、これは突っ込んでいくタイプか。あ、違う。あと雑草の茎っていうのが必要なんですね。これは、茎は取れないのか？まだ取れる。OK。これは繊維かなんかになるのか。で、これは違う。いや、結構難しいかな。あ、いけますね。これで扉の方も突っ込めると。とりあえず入れれるだけ入れておくか。で、草のところが3つ。で、あとは雑草の茎ですね。雑草の茎ってどれだろう？草。これかな？なんか枯れてるやつありますけど、枯れ草。これは枯れ草か。雑草がないな。雑草がどいつかわからないから、厳しい。どれだろう？まだ家の方は作れないのかな？まあいいや。とりあえず、それなら先に、
緊急台かなんか作ってしまいましょうか。作業台か。これをちょっと作っていきましょう。はい、こちらの方の隅っこにちょっと置く感じで作っていきましょうかね。で、あとは板を3枚。で、3枚入れる。OK。はい、これでより複雑なアイテムを作るには作業台が必要だと。作業台で制作メニューを開こうと。ブッシュクラフトの応用。防具を1つ作る。防具系はこれですよね。頑丈なから、眼帯もあれなのか。防具なんですね。で、あとはダニの防止。これは幼虫の皮が必要。クローバーフードは作れそうですね。これ作りましょう。あとは、どんぐりフェイスマスク。クローバーのポンチョ。これ欲しいんだけどな。これはまだ無理ですね。とりあえず、クローバー系で行くしかない。クローバー系の、どうしよう、これ一括でいいかな。クローバー系装備をとりあえず作りましょうか。クローバーポンチョ。あ、これ葉っぱがない。これは作れる。OK。よし、これで OK。装備はどうするんだ？持ち物。で、これで頭は頭。で、すねですね。下半身。で、あとは胴体がクローバーを使わないといけないと。あと、あれがあったな。板入れみたいなのがあったんですけど、板入れはどれなんだ？下のテーブル。これが違うな。ストレージっぽいやつですね。茎置き場、これか。板材置き場。複雑な縄、あ、粗い縄か。それと、石が5個に枯れ草。これで大丈夫。ということで、どうしようかな。ここにとりあえず作りましょうか。よし。はい、入れるんで、こちらの木の板をちょっと貯めておきましょう。まとめて預けると。はい、これで OK ですね。よしよしよし。さあ、こんな感じで、ちょっとクローバーとかも探していかないといけないし、あと飲み物も。こいつぶっ倒してみよう。ゾウムシ。ゾウムシは回収した生肉。あれか。これは、ひょっとしたら、焚き火で生肉焼けってことなのかな？よしよし。どんぐりスコップも作らないといけないと。ということで、どんぐりも探さないといけないし、いろいろちょっと大変だな。まずは、クローバーを探そう。これ、タンポポですかね。タンポポはまだ無理と。確か、機械のそばにありましたので、そちらの方にちょっと向かっていきましょう。こちらの謎の機械ですね。さあ、こちらにはクローバーやっぱりいっぱいありましたね。ということで、クローバー切っていく。これは確か6枚必要ってなってましたので、6枚集めていこう。よし。さあ、もっと持っていきましょうか。水に入ったやつも回収できる。他になんか新しい素材とかないのかな？それも、あ、キノコ。キノコはどうだ？キノコは切れる？切れない。で、ゾウムシを倒していこう。これは生肉。よし、OK。なんかあの、すばしっこいやつもちょっと気になりますね。なんか雑草の茎もないしな。あと水、あ、水あった。水あったけど、どの茎だろう？この茎かな？この茎をとりあえず切って、水の方、よし、飲もう。はい、OK ですね。で、板も持って帰って、一旦ちょっと帰りましょうか。で、ゾウムシの方が多分研究できると思うので、ゾウムシ研究しましょう。さあ、とりあえず帰ってきたので研究しましょうかね。ああ、なんかいっぱいあるな。生肉の方が研究できると。はい、これ普通になってますね。はい、これで、ああ、ゾウムシの盾っていうのがあるな。
ああ、なるほど。はい、これでもうちょっとでレベルが2になりそうですね。はい、これが今のところ新しく入ったのはこれだけと。で、焚き火を作りたいな。あ、これはなんだ？グラインダー。粉かなんかにするやつか。で、収納箱。どんぐりがとりあえず必要そうですね。で、フェンス。焚き火はこれか。はい、焚き火をちょっと作りましょう。これ家の中でいいのかわかりませんが。よいしょ。生肉を焼くには焚き火に火をつける必要があると。はい。で、調理する。で、こちらとこちらですね。二つ、いけるのか？いけますかね。あ、焼いてる。ちょっとはみ出してるけど。あれ？ちょっとこれ、予定外ではみ出しちゃってるけど。あ、下が空いてるからか。まあ、それでも OK ですね。で、今、焚き火で焼いていますので、なんだ、なんか、めちゃくちゃ変な声が聞こえるんだけど、なんだろう。あいつか。ゾウムシが話しかけてきてるのか。肉になってもらう。はい。で、あ、なんか棒って言ったので、これで大丈夫なのかな？ちょっともう一個入れておきますが。あ、焼肉。来たよ、焼肉来たよ。これはまだ焼けてない。あ、来ましたね。焼肉になりました。さあ、まだだね、まだだね。焼肉の研究はできる、できない。よし、OK ですね。お、びっくりした。さあ、火に集まってきてますけど、大丈夫なの？はい、ああ、ちょっと待って、食べられた。食べられた。そして、便利な生活で一応ですね、なんか、タスクは終わりましたね。ちょっと待ってよ、なんか食べられたんだけどな。ちなみに武器系はハンマーあるね、これ。ハンマーちょっと作りましょうか。ハンマー、斧はある。あ、どんぐりのスコップもいけるのかな？はい、いけますね。で、これでひとまずどんぐりスコップはいった。はい、そしたら、ちょっと待ってよ。装備のところを少し変えたい。こちらの方にスコップ。これはいらない。松明、焼肉、石。これはちょっと、あ、なくなった。はい、ここに入れておきましょう。で、武器系ですね。スコップ、ハンマー。これを入れておきましょうか。よしよし。ああ、それと、あと、寝る場所もちょっともう一回作らないといけませんね。あれはどこにあったんだろう。簡易テントがこれか。簡易テントもちょっと作っておこう。はい、ここにちょっと作っておきましょう。で、こちらの方に、あ、使えない。作れないぞ。はい、これで OK。で、少しここに設定していくと。で、あ、今は眠くないということで、まだ寝ることできませんね。なので、ちょっとどんぐり取ってきましょうか。どんぐりは確かこちらの、オークの近くにあったと思うので、まあそちらの方に行って取ってくると。あ、ちょうどハンマーもあるから、こういうのをぶっ壊していってみよう。よし、オッケー。あー、石がいっぱい取れるだけなのか。ということですね。で、まあこれらは大丈夫。他には何があるんだろう。雑草の茎も探さないといけないんだよな。これは枯れ草。はい、オッケー。とりあえずここもまっすぐか。うわ、やばい。テントウムシがいるし、これは、あれか。ビーム出てるやつですかね。やばい、クモもいる。これはやばい。両方近づけない。さあ、危ないので、とりあえず遠回りしていきましょうか。で、これ、これは何？カタツムリ？カタツムリの貝殻があるけど、これはどうすることもできない。見つかった？見つかってないよね。大丈夫。キノコさんがあるので、キノコもゲットしよう。よいしょ。さ、ゾウムシが食べに来てましたが、先にいただいちゃおう。よし。で、マップ
ップ的にはこのまままっすぐですね。お、なんか機械がピコピコ言ってるけど、これが何なのかはまだ分かってないですね。で、クローバーも集めていこう。はいはい。で、これが、ま、樹液ですね。で、この付近ぐらいに確かどんぐりが結構あったと思うんですけど、どうかな？暗くてよくわからない。どんぐりがあった。あった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 。どんぐりがあったよ。で、これがハンマーで壊せと。よし。帽子と殻。で、どんぐりの実と。よし。OK。で、これで作れるやつは、ちょっと台のやつは見れないのかな？何が必要なのかはちょっと見えないですね。まあ、もうちょっとどんぐり集めて、ちょっと拠点に帰りましょうか。帰ってこれましたので、ちょっと見ていきましょうかね。防具の方の、鎧ですね。あ、これ木の実がないとダメなのか。ポンチョの方はできるので、一旦これは作ろうと。はい、これで、インベントリーで、装備の方はこれで体全身は終わりましたね。よしよしよし。あとは、これでどうしよう。食べ物系等を持っていく。いらないものをちょっと置きたいので、ストレージ的なものがなんか作れたらいいですね。プランター、あ、なんか育てられるのか。樹液収集器。これなんだろう、樹液がどっかに刺すと集まるのかな。糸車。貯水槽。なんか雨とか降った時に使えるやつですかね。で、縄があればこれは作れるって言ってますので、まあ縄とかもちょっと作っていけば、おそらくいけますね。で、一括で作る。あと、これはなんだ？スラリー。飲み物となってますが、これは食べれるやつなのかな？なんかの餌なのかな？わかりませんね。あと、脆い砥石とかがある。いきなり増えたので、ちょっとわかりませんが。あ、丈夫な殻。これも幼虫の皮が必要なんですね。で、これが家系のもので、プランター、スムージーステーション。これは無理。貯水槽は作れる。ということで、これは、ちょっと外でいいかな？外にちょっと作っておきましょう。狭いな。場所がかなり狭い。で、入れておくと。で、おそらくこれで水が入ってれば飲めるという感じですね。では、ちょっと朝になったら、目的の石垣じゃないな。なんか垣根のところまでちょっと向かってみましょうか。さあ、朝になりましたので、向かいましょうかね。方角的にはこっちで OK。食べ物は、焼肉みたいなのがとりあえずありますので、これを飲む。貯水槽はない。で、まあ、行く途中におそらく水ぐらいはあると思うので、あ、雑草これか。水はか、どっか通り道で飲んでいきましょうかね。で、植物とかも置いていく。あとですね、インベントリー箱を作って入れましたので、ちょっとスッキリしましたね。よし。さあ、とりあえず、クローバーもちょっと取っていこうかな。せっかくなんで取っていこう。ああ、水分を早めに集めないといけないかな。葉っぱによくありますので、これですね。これジャンプしていける？いけるな。はい、OK ですね。よし、これで水分の方もなんとかなったと。で、あとはこちらの方、びっくりマークに向かって進んでいこう。さあ、これで、とりあえず目的地があるはず。研究所がありますね、きっと。垣根の、ちょっと待って、これでっかいのなんだろう？これなんだ？こういうでっかいやつとかもいろいろ見たお、なんか、やばい、ホットドッグだ。自分がちっちゃいからわからないけど、ビリーホットドッグ。もっと強いレベルの道具がないと無理って言われましたが、とりあえず新しい。これもマッピングされてるのかな？これはされていない。で、キノコですね。
わ、キノコすごい生えてるな。よし。あ、やばい、ピコピコ言ってる。このな謎のピコピコが。これあれかな、近いってことなのかな。研究室が近いとピコピコなるのかもしれないですね。よし、とりあえずこれで焼肉いっぱい作れるね。で、キノコも集めると。よし、これで食べ物にはしばらく困らないでしょう。よし。調べてみようぜ。やばい、なんか怪しい穴があるな。いや、むっちゃ怪しいし、なんかいるし、コグも。やばい、しかもそこそこ強い。なんてことだ。はい。よし。コグもゲット。なんてことだ。はい、二人目。三匹目。やばい、スタミナがなくなったのか。スタミナがなくなった、あと2体ですね。よし、防具つけてたからよかったな、まだ。よし、さあ、雲の糸回収なので、またこれは帰ったら、調べましょうか。あ、そうすると、包帯が必要になってくるな。包帯はどれだ？これじゃないのか。こっちの方ですかね。で、あ、これは結局一緒なのか。さっぱりまだ慣れてないのでわかりませんが、これか。包帯、雑草じゃない。繊維があれば作れるよ、ということで、繊維と、あとは、なんだ？こいつも初めてだな。繊維と、樹液の方を探しましょう。よし。繊維は、どっかにあるんじゃないのかな？ないのかな？赤谷か、あれは。ここに谷がいるだに。あ、なんかすごいこと言ってるな。で、これで繊維の方はある。HP は回復してませんよね。とりあえず1個作ろう。1個作って、インベントリの中に込んでおきましょうか。6番。で、危なくなったらちょっと使いましょう。え、何？あ、これか。これがタフガイガースのフィギュア。これも将来的には壊せたりできるのかな。よいしょ。あ、洞窟ある。やばい、雲がいる、雲。だいたい雲って強いんだよな、こういうの。で、もうすぐ目的地に着きますね。はい、で、これはなんだ？あー、アブラムシの蜜。雑草。はいはい、草をいっぱい集めないといけませんね。で、マップ的には、もうちょいか。樹液がないな。よし、このちっこいの、ちっこいの。アブラムシか、こいつは。なるほど。やばいやばいやばい、なんか、やばいやばいやばい、なんか変なの来た。やばいやばいやばい、なんだ、こいつは。やばい、変なのがいる。変なのいる。引っかかった、引っかかった。ちょっと待って待って。戦うしかないのか。どこにいる？戦おう。ヤゴ。あー、ヤゴ。ほんと、や、待って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 、死ぬ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 。死ぬ。あー、やられた。さあ、ヤゴにやられた。これは、復活を選べばいいのかな？あ、これで家の方で復活ですね。品物がロストするとかはなんかあるのかな？あー、取ったやつが一応道具は全ロストしてる感じ。危ない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 。ぶん殴るところだった。ははっ。相棒なのか。はい、ということで、もう一回ちょっと目指しましょうか。ヤゴ、後ろから来たので思わず、なかなか対応できませんでしたが、次こそ行きましょうか。さあ、とりあえず、夜行の場所までは戻ってこれましたね。今回はちゃんと包帯3つ持ってきたので大丈夫じゃないかなと思うんですけど、強いですよね、夜行。ということで、あ、あるね、あそこだ。カバンがここだ。ポケット。いや、夜行いますね。やばい、見つかった。一体ずつならなんとかなるかな？とりあえずぶったたいていこう。よし。あ、そういえばガードができるって言ってたな。これか。ジャストガードすれば OK なのかな？あ、来い。よいしょ。全然なんか、やれてる感じがしないな。よし、とりあえずぶったたいていこう。なんか気絶してますね。よっけい。やばい、逃げられた。ちょっと待て。逃がさん。よし。はい、オッケー。ヤゴ、これでゲット。死体を回収。やばいぞ、これは。もう一体ヤゴが来たのかな？
さあ、包帯使って回復中。いやー、もう一体来てるね。なんてことだ。さあ、ぶったたいてこう。はい、とりあえずある程度ぶったたけば気絶することが分かりましたので、これどうだ？どこだろう？よし、オッケー。防御したけどダメかな？よし、今のうちに一旦包帯を使おう。よし、さあ、とどめを刺そう。あまり行き過ぎるとやられるかもしれない。オッケー。よーし。なんかすごいな。三つに分裂した。で、おしまいか。よし、とりあえず、ヤゴは二人倒しましたね。やばいやばいやばい。検知したって。なんかまだ変な虫がいる。またヤゴ来た。待って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 。いっぱい来すぎだ。さあ、もうダメか。やばい、なんか食らった。三食らったよ。三を食らった。逃げろ。なんて危険がいっぱいなんだ、外は。さあ、とりあえず、苔生えてる。逃げ切った？逃げ切ったのか？やばいな、ヤゴいますね。いやー、くそ、強いな。なんか、わけわからん虫がいっぱいだ。外は危険がいっぱいです。ちょっと、一旦包帯を作りましょうかね。二つ作れるということだったので、二つ作りました。苔なので、あー、なんか、ブルーベリーっぽいのがあるな。新しい、あ、シャベルもある。で、これは何だろう？関係なし。あんまり寄り道するとな、死ぬ可能性ありますからね。葉っぱは取れない。なんて大変なんだ、これ。もうちょっとレベルを上げたり、レベルというか、なんか防具揃えたりしないといけなかったかもしれない。はい、こちらで、なんか登り口って書いてある。このハサミとか使って登るのかな？で、どっち行く？これか。樹液。あ、ちょっと待ってよ。あっちにブルーベリーが落ちてる。なんてことだ。ブルーベリーに惹かれる。ブルーベリー、木の実か。よし。これで木の実のなんかをゲットしましたね。オッケー。で、樹液を取ったので、これでまた包帯が作れますね。よし、包帯たくさん。そして、斧がちょっとぶっ壊れそうになってるので気をつけないといけない。先を登っていく。こっちでいいのかな？どこ行くんだろう？幼虫を駆除する。どこに行けばいいんだ？これは、とりあえず。でも、チップはこっちなんですよね。ということ、あ、ここにラボあるじゃん。野外ラボがありましたね。よしよしよし。一旦これで解析しよう。さあ、これ木の実。いや、なんかいっぱい解析できますね。木の実は OK。で、続いて、こっちか、ヤゴ行くか。さあ、ヤゴの方を見ていきましょう。で、これは大した、あ、ヤゴの剣っていうのがあったな。で、これがなんだ？分泌腺。三分泌腺。なんか、あと、クモの巣とかもちょっと分析したいですね。よし。虫ゴム。はい、ということで、いろいろゲットできましたね。よし。さあ、そしたら、何をすればいいんだ？とりあえず、ここから、なんかもう一個今、出てたけど、なんだろう。タスクがわからん。この辺りには何があるかな？これなんだ？ちょっとタスク見てみれるやつが、クエストかな？これですかね。垣根の研究所の入り口を見つけるのか。はい、ということで、これを探さないといけないんですね。場所がこっちで合ってるのかどうかもわからない。よし、とりあえず降りるか。上にあるとは限らないんだよな。あ、でもなんかあそこにポイントがある。ポイントだけゲットしましょうか。あ、でもなんか上にもまだありますね。ポイントゲット。科学って案外悪くねえな。さあ、そしたら木の上どんどん登っていきましょうか。あの、ジュースなのかな？これは何だろう。あ、ジュースだな。で、キノコとかがあるから、ここで渡っていけるのかな？落ちたら即死ですかね。危ない危ない危ない。落ちたら即死って言いながら落ちた。はい、ということで落ちてしまいましたね。
さあ結局こちらの上に登るところまで来ましたね。もうやっぱここから登っていくしかないのかな。危ない。早速落ちそうになったけど、落ちないように今度は気をつけながら行きましょうか。どの木から登れて、どの木で引っかかるのかがまだちょっと分かってないんですよね。で、ここも行ったの。この木じゃないのかな？逆か。で、一応、新しい素材もあるので、また解析だけしておきましょうか。いろいろ、これですね。あ、腐ったアリのコンボ。これ拾ったやつ分析。はい、OK。赤アリのコンボがもらえましたね。よし、そして包帯も作ったやつまだ分析してなかったのか。はい、で、こちらも分析。解読したレシピはなしと。で、アブラムシですね。これも分析しておこう。なんかもらえるのかな？ぬいぐるみスリッパ壁掛けと。いうことで、はい、これで技術レベルがアップしました。OK。幼虫のベストとか、いろいろ来ましたね。さあ、それでは引き続き、こちら上登っていきましょうかね。どこで落ちたんだろうな。なんか細いやつジャンプしようかどうかを悩んで落ちたんですよね。こっちに行くか。で、とりあえず、あ、そうだ、このジュース見たよ。ジュース見た。で、ここらかな？違うな。もっと進んでたな。これかな？はい、入って、ちょっとこちらの方に移りましょうか。大丈夫？これがやばいな。ジャンプ。で、キノコまではとりあえずたどり着いたね。で、これキノコ登っていけばいいのかな？キノコはちょっと太いので安心ですね。で、ジュースまでたどり着いたけど、これはどうしたらいいんだ？あ、なんかワイヤーかなんかある。これなんだろう？油断すると死にそうだから油断はできませんが、これは何の装置だ？やばいな、これ。あ、ジップライン。行け。ラッホーって言ってるけど、これ、ちょっとあそこだよ、あそこ。あそこに入らないといけないんだ。戻ろう。とりあえず、入り口みたいなのは見つかりましたね。オッケー、あれだ。よしよしよし。やっぱり結局、登らないといけなかったのか。はい、ポイントゲット。さあ、ちょっと、ゆっくりと行こう。あ、やばい、やばい、やばい。ここで落ちたら最悪だぞ。はい。で、ここが入り口。あった！ありましたね、入り口。なんとかありました。さあ、入ってった。はい。お、びっくりした。お、びっくりした。なんだ。え、ちょっと待って、こいつ、敵か。マジか。なんか、こいつ敵なのか。最初に教えといてほしいな。よし。オッケー。はい、OK ですね。で、拾っていく。はい、4号機がいれば万事解決さって言われていますが。よし。さあ、とりあえず、これは、昔のなんかのロボットの話ですね。襲われるのか。さあ、とりあえず進んでいきましょうか。おー、まだあるね。お、ちょっと待ってよ。これはなんだ？はい、ここは特になし。やばい、持ち物がいっぱいですね。で、これは何？引く。さあ、これで、調査スキャナーが開始されましたね。操作可能。はい、これによってなんかでっかい機械が動きましたが、パラボラアンテナ的なのが動いています。さあ、これで、なんか通信かなんかできるのかな？あ、これありましたね。なるほど。そしてこの装置が使えるようになるということなのか。測量機との接続を確認。はい、卒量機との接続を受けた。分析済みの資源をスキャンし、あ、すごいね、その位置が特定できるのか。未発見の野外ラボ
訪れることでスキャン範囲が広がります。あ、なるほどね。はい、ということで、え、ここじゃないのか、ここは研究所じゃなかったですねそうか、やっぱりここなのかな、この付近、どこから行けばいいのか分かりませんが、まだ引き続きこの木の上からずっと行かないといけないのかな。ああ、どうしようかな。まあいいや。とりあえず、まだ研究所の方は見つけていませんが、今日のところはこれで終わって、また次回ですね、この続きはやっていこうと思います。それでは皆様、ありがとうございました。